困難救助隊の初代隊長の黒田武宏です。困難救助隊ですけど、これ見えますか？見えますか？結婚したいのに、結婚できずに、孤独死まで追い込まれてしまうっていう、この日本社会ずっとそれ続いてますよね。今政府は少子化ということでやってますけど、高齢ですね、50、60とか、まあ、40だってもう入っちゃうかもしれませんけど、入るな、40、50、60、70歳だって結婚難問題が続いちゃって、結婚したかったのに、したいのにですね、結婚したいのに、結婚できずに、孤独死予備軍ですよ。孤独、それで特殊清掃の会社の人がね、始末してもらうようなね、そんな悲しい人生をにしてしまってい、いる日本社会ですよね。これこそは本当は怒らなきゃダメですよ。うん、少子化だって特に男性の場合は50、60、70だって子供ね、精神が元気だったら子供少子化対策に結婚してればですよ、うん、結婚できればですよ、協力できますからこれ、うん、私ふざけてる わけじゃないですよ、本当に本当のことですもん。だってよく考えてみてください、うん、最近ではね、サッカー選手のね、元サッカー選手ですか、サッカー関係でね、本並さんでしたっけ、あの人もね、確か私の勘違いかもしれないですけど、現役時代にね、ちょっと腎臓をね、怪我して摘出するかなんかでね、大変な人生の人ですよね。だけど40歳くらいですか、女子サッカーのね、誰したかな、ね、バラエティ番組に出てたりして、なんか声大きい女みたいな、なんかキャラクター作りですか、あれはね良くなかったんですけど、だからあんま印象は良くなかったんですけど、結婚されましたよね、なでしこジャパンでしたっけ、その中のね一人がね、元ね40歳くらいでね、で58歳で、だ18歳差ですけど、で58歳で第一子ですね、パパになったんですね。だからその女の人もね、誰したかな、まあ、頑張りましたよね。その後本当になんか熱出しちゃったりとかね、いろいろ大変で、なんかその大変さがね、まあ、スポーツ選手というね、体力が本当に優れてる人でも40歳の高齢出産というのは大変だということをこうね、こうアップロードした一方で、その18歳差ね、58歳と40歳でね、初めてパパとママになるってなったというね、これはね本当に非常に一般庶民を勇気づける、一般庶民だってやればその同じようなケースになれるのにっていうことを、これはね本当政府とか有識者の方がね考えてほしいですよ本当に。だから本並さんともね、そのなでしこジャパンのね女の人のカップルね、うん、非常に有意義な事例をね、命がけでねやってくれましたよね、うん、なんだっけ何の話から、ちょっと頭がちょっと飛んじゃいましてね、考えがね、ちょっと なんだっけな、なんでこんな話になっちゃった、なんだ分かんないですよね。今日は、2023年ですよね、令和5年、4月の3日になりますね。今日この録画が開始時間が早くて、まだ9時半になってないんじゃないですかね、朝のね、うん、ひどい時にはね午後の3時とかね、まあ、12時をまたぐね、12時をまたぐことなんかが多いんですけど、今日は9時半の新しいスタート。まあ、昨日ね、新聞もまあ余暇分貯めましたけど、ざざっと眺めて、今日はだから、今日のね4月3日の朝刊だけですから、それを眺めるのも早かった、あとスタートも早かったっていうか、まあ、何度も言いますけど、
まあ、何度も言うっていうかあんまり言うことないですけど、私も私はか、この時期はね、冬と違って、早くっていうかね、お家の中にね、こう縁側からこう日差しが入る時間帯が、面積が少なくなるので、もうちょっとこう東が西側に引っ込むと、西側に下がると日出てるんですけど、ここのポジションが本当はちょっとなんか慣れちゃってて気分的にいいんですよ。だからちょっとここはね、今ちょっとなんですか、サッシ、こうさ、風で飛んじゃったらサッシがこうガードしてくれると思ってね、サッシはちょっと やってるんですけど、これ調整が必要だな。もうちょっとね、サッシのね、このなんていうんですか、こう サッシのサッシじゃない部分を手でこうやってね、なんだこう縁取りじゃなくて、なんていうんですか、私そういうの本当にね疎いんですよ。そういう名詞、言葉がね、建物用語がね、なんていうんだ、これがね、日陰作っちゃって、なんか、変なんですよね。ちょっと、でもまあいいか、このぐらいいいか。それまでも、だいぶ、もう、7時半には開いたかな、でもね、朝のね。8時は開いたよな。こう、日に浴びてますんで、浴びすぎじゃないかと。まあ、先日ね、10年先輩がね、定年退職の時に集合写真撮ったら、私ひときわ真っ黒でしたから、顔がね、縁側焼けでね。だからね、やっぱりこのね、もともとは真っ白なんですよ、私顔だけど、さすがにね、こう一年中新聞読むためにこう縁側でね、こう火浴びてたら真っ黒になっちゃうんです、これね。驚きましたよ、本当に。他の人とのこう比べてみたらね、集合写真で。ひときわ真っ黒です。愛の甘いなんとかとかね、美しい人生よ、限りない喜びよとかね、歌っちゃいそうですよね。まあ、松崎しげるがね、愛のメモリーっていうので、まあ、出世作ですけどね。これね、知ってる人は私より知ってるんですけど、知らない人は知らないというね、まあ、当たり前ですけど、知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないのは当たり前のことですけど、まあ、こう注釈もたまにつけてね、知らない人のためにね、幅広いはずですから、こう0歳から120歳までね、一説には150まで生きるんじゃない、140まで生きられるんじゃないかっていうね説も出てきたようですかね。またいい加減なことをまたいいか、まあ幅広く聞いてほしいので、まあね、リアルタイムじゃなくてもね、私が孤独死してからもね、こんなにやってたのに孤独死かよってね、泣いてください、その時は。いや、そういうつもりはないですよ、私。もう本当にね、一人身からね、卒業、もう入学の時期になっちゃいましたけど、今日あたり4月3日ですからね、新しい社会のスタートした人多いんでしょうかね、どうなんでしょうかね。まあ諦めてないですから、諦めてないからこそやってるつもありますから。これしかも道連れ牧村美恵子、もう忘れました、ちょっとなんだっけ、忘れちゃったっすね、完全に歌忘れちゃったっすけど、牧村さんも出ませんね、このというかテレビ見てませんからね。徳光和夫さんなんか随分 BS とかで頑張ってるみたいですよね。ラジオで土曜日から朝から頑張ってますから、日本放送でね。徳光和夫、徳森火曜サンデー、あ、サタデーか、火曜サタデー、土曜日でした、日本放送。今は、ポータブル電源、太陽光パネル付き、でっかい方がちょっと古いんでね、32ワットですけど、100ワットマックスで、ちっちゃい方がね、新しいんでね、あ、そうで、でも、今、止めちゃってます、今、そうだった、止めちゃってたんだ、今、思い出しました、そうだ、止めちゃったんだ。
ああ、よかったです。今ね、これの録画のおかげで思い出しました。止めちゃってたんです、ちっちゃい方のポータブル電源。これはね、これはなんだっけな、なんだっけな、50ワットマックスだったかな、ちっちゃい方はね、太陽光パネルがね。でも新しいから、あ、60ワットマックスだったかな、今51ワット出てますから、50ワットで51ワット出ちゃうようなわけわかんない時もあるんですよ、これは。まあ、なんかのね、都合でね、いい加減ですけど、そうだね、なんだろうな、あ、まだ2023年の令和5年の4月3日まで言いましたっけ。そんで、今日はね、スタートが早くてね、9時半になってないのか、またちょっとね、あ、そっか、9時15分前後ですね、はい、ちょっと曇りましたね、今ね。あ、今曇ったっすけど、曇ってもちょうどいいくらいです。日差しがね、ちょっと、まあ、暖かいんですけど、でも日陰が長引くと寒くなります、これ、ね、本当微妙なね、微調整の、なんていうんですかね、微妙な、いい意味でね、なんていうんですかね、自然がね、微妙な、絶妙な、微妙な、あ、今また日が出てきましたね、あったかいです、だから。はい、で、そっか、あ、太陽光パネルがね、ちょっと古くなっちゃったんで、大きい100ワットマックスなんですけど、でかい方は今20ワット近くあったんですけど、また曇っちゃったから、10ワット、あ、日陰になると同じになっちゃいますね、これね、小さい方もね。ただ日がこう逆にこう、なんですか、こう太陽がね、さんさんと輝いてるときは、新しい方が、なんか効率がやっぱり太陽光パネルの効率でしょうかね。これポータブル電源の方じゃないですよね。これ太陽光パネルの方だと思うんですけど、それの新しさで、だから、今53ワットになりましたから、ちっちゃい方。60ワットマックスかな、だからね。忘れちゃった。で、でっかい方が35ワットです、今。で、ちっちゃい方が54ワット。だからこういう風にね、なんかのね、バロメーターっていうか、なんていうんですか、この数値っていうのはね、比較するものがないと、何が原因で本当か分かんないっていうのは本当のことですよね。だって、私がもしも、このポータブル電源2つ持ってなくて1つだったとして、太陽光パネルを1つだけ、片方でやってたとしたら同じふうに、これね、ずっとね、それだけで信じちゃいますよ、1つの数値で。だけど、2つやると、太陽光パネルだと思いますけど、原因は分かんないですけど、本当はね、なんかだけど予測、推測はそんな感じでいいような気がしますけど、私のね、拙い分析頭脳ではね、こんなにね、今はだって52ワットと34ワットって違いが出ちゃうんで、そうすると、こう、2つっていう、こうね、以上の比較物があると、あれ？なんで違うんだってところからいろいろ推測ができるわけですよね。何の話なんですかね、これね。だからやっぱりね、このね、結婚難問題も、結婚したくても結婚できずに孤独死予備軍っていう、この辛い状況の日本社会っていう、この壊れた国の現状でも、固定観念はダメですよね。まだ結婚できるんだと。子供だって男の場合は50、60、70だって、女の若い人がね、協力してくれれば子供だってできますよ、これ。そんなのをね、頭のいいというテスト勉強でできた人たちですよね。そういう特殊なカテゴリーの人たちはスルーしちゃいますからね。逆に考えられないんですよ、だから。頭がいい固定観念っていうかね、テストができた固定観念っていうかね。だからこそこれ、いろんな人がいろんなこと言わなきゃなんないんですよね。でもコオロギは食べたくないですけどね。河野太郎大臣、デジタル省でしたね、今なんだか分かんないですけど、いろんな大臣やってるでしょうけど、あの人も脱原発だったら脱原発って言いまくれよって思いましたけどね。でそこらが自民党のダメなとこですけどね。まあ野党もダメですけど、まあ政治家全部ダメですけど。
まあ、政治家は政治家で私のことなんか見えませんから、これ、目があったって。まあいいや、まあいいや、よくはないんですけど、でね、昨日はね、まずタイトルにするのでね、結局、前回は、清宮サヨナラヒット、エスコンフィールド、北海道でね、ところがね、それタイトルにしました。結局、だってドラマ、ドラマちょっと中途半端だった。で、ようやく見ました、昨日。それから、G メン75のですね、134話、これはね、前回もちょっとさらりと言っちゃいましたけど、草野刑事のね、茨城出身の、和製ドラゴン、倉田さんのね、やっぱ千葉真一、倉田康明ですか、名前間違っちゃってます、ちょっとね、草野刑事のね、お兄さんね、爆破くる、現金輸送車かな、なんか分かんないですけど、なんか爆発の巻き添えで爆死しちゃったですけど、その、原因となった、後に警察官になる、警察官だったの？その爆破魔だ、爆破をしてしまった犯人のお兄さんが、あれね、デンターライオンだったかな、なんかこの、なんか当時はね、かなりコマーシャルとかで出てた人ですよね。当時、75の、ね、77年になりますね。1977年の放映ですけどね。134話にもなってますから。まだあれですね、2話目の何ですか、主題歌、ね、エンディング、あれですよね、エンディングの歌、今ちょっと、ポータブル電源が風が強くなったんで、飛んじゃいました、今。ちょっと直します。大丈夫かな、これ。ずるーっとね、地面にくっついちゃったんですけど、そんでも、ワット数変わんないんで、あんま影響ないんで大丈夫ですね、これね。角度によって影響がある時もあるような気がするんですけどね。なんかね、なんだっけ、だから、そうなんですよ。で、対比してるんですよ、物語が。草野刑事と、そのお兄さんね、デンタライオンの人似てたのかもしれないし、ちょっと似た俳優がいたんで、歯茎から血が出ませんかの人じゃないよな、あれな。なんだっけな。なんかそういったね、コマーシャルが得意だった人ですよね。得意だったかどうかわかりませんけど、よく出てたと思います。そのお兄さんが爆死しちゃって、ところが、もう一つの兄弟がいてね、そっちが、弟を助けるために結局はその爆死しちゃったんですけど、ちょっと交差しちゃいますけど、草野刑事のお兄さんが、そこで、こう、逃げ出したのかなんだかで、それでこう、逆に助けたんですよ、その爆発犯のお兄さんが、また別のお兄さん、なんかね、話が私下手すぎますね。ね。で、小野川君三郎じゃなくて、なんかそんな名前の人なんですけど、俳優は早くや、あの、引退してたのかな？でも、G メン75では随分もう何回も出てますね、その人ね。小野川さんっていう俳優さんがね。なんか、もうすでにね、殉職してる、藤田さん、岡本藤田さんか？と仲良かったみたいですけどね。小野川さんっていう俳優さんですか？なんか茨城弁のイントネーション、ちょっと出ました、今ね。ですかとかね。なんかね。ちょっとね、越境でね、高校も私越境なんですけど、なんだ、フェミニズムという私の敵であるフェミニズムの、なんだ、東大のなんだっけ、なんとか千鶴子？なんだっけ、最近中央公論でね、中央公論じゃねえ、婦人公論でね、色川大地さんとね、
なんか席入れてすぐ外しちゃったようなことがね、全然話題になりませんけど、上野千鶴子か、あれのね、どういう交際だったか分かんないですけど、色川大吉っていう人の、私は旧制中学、高校の、私は高校ですけどね、色川大吉っていう人の方が旧制中学、先輩後輩です。で、越境で高校もなんですけど、職場もね、今のちょっと越境させてもらってまして、ちょっと利根川越えてましてね、歩きじゃなくて車で行くしかないですけどね、それでガソリン問題とかになっちゃったんですけど、それはもうだんだん忘れますから、これ人間、そうしないとね、もうだっておかしくなっちゃうじゃないですか、本当にずっと思ってたら、これ、それはおかしいですよね、まだちょっと引きずってるんですよ、これ、これ前回を聞くと分かりますけど、前回は短かったんですよ、私20分くらいで弱で切り上げましたね。もう今日はね20分超えちゃってますけど、この時点でこれもう聞いてる人もほとんどいないんじゃないかっていうね。だから逆に好き勝手言いますよ、だから、はい、越境でね、千葉県、で、働かせてもらってますけど、ちょっとやっぱり茨城弁っぽい、今のもイントネーションでしたけど、職場の方は方でね、若干違うこのイントネーションがあるんですよ、まあ30キロくらいしか違わないのにね、30キロも違わないか、25キロか、正確に言った。ただちょっと回り道とかね、最短距離じゃないんでね、分かんないですけど、30キロ前後だとしたってイントネーション違うんですからね、 笑っちゃいますよ、笑いませんけどね、感心しちゃいますけどね、なんだろうなーってね、まあそんで、そのバックハーマーが実はね、有名な小林廉司さんなんですよ。小林廉司さんっていうのはもう、なんかむちゃくちゃ出てますね。なんか東映以外でもそうなのかもしれないですけど、わかんないですけど、調べてないんで。小林廉司さんは若い時から相当出ずっぱりですね、もうね、どれだけ見ることか、だってあれでしょ、なんだっけ、金子さん、弾はまだ一発残ってるんじゃけんってね、なんだっけな、菅原文太のね、じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、仁義なき戦いだってね、出てますよね、小林廉司さん、確かね、G メンだって、だってね、初回じゃないんじゃないかな、他のだってね、当時の、やつだって出てますからね、出ずっぱりですよね、小林廉司さんね、具が大きいでしたっけ、なんかあれはあれだったね、増田好みでしたっけ、頑張れ頑張れ源さん、頑張れ源さんは何なんでしたっけ、なんかね、家なき子のなんだっけ、足立由美とね、足立由美は私嫌いですけどね、なんだっけな、なんだっけな、増田好みは好きですけどね、増田好みと共演したのはどっちだったんですかね、違う、小林廉司は どっちだったっけ、増田好みでしたっけ、足立由美、なんかね、どっちかコマーシャルでね、頑張れ頑張れゲンさん、頑張れゲンさんと、具が大きいとね、具が大きいってあれですけど、カレーです、カレーのコマーシャルですか、なんかわかんないですけど、なんか雑炊かなんかですよね、頑張れ頑張れゲンさんはね、玄米雑炊かね、なんかそういうことで、今のだから小野川さんが弟警察官で、兄貴がその爆破まで、草野刑事のお兄さんが幕次沿いで死んじゃったきっかけを作っちゃった人で、そんでラストシーンで小野川警官
が持ってたピストルで揉み合ってるうちにあのお兄さんのを撃っちゃってね、小林年次が死んじまうんですよ。だから結局はお兄さん同士がこうどっちも、草野刑事のお兄さんも死んじゃうし、草野刑事のお兄さんも死んじゃうし、小野川さんのねお兄さん小林年次も死んじゃうというね、お兄さん同士が、お兄さんがどっちも死んじゃうという、でこうラストのねこの G 面75らしいこの凍りつくようなこうね停滞があった後に、何でしたっけ、ラストソングが流れるわけですよね。ラストソング長いですね、2話もね、2曲目ですけどまだね、もうみんな忘れちゃいますね、なんかこの主題歌歌ってる人とかね、ゆりじゃなくて、なんだろう、なんかで主題歌のタイトルも忘れちゃってるんで、これ何の情報にも何の情報にもなんないことはないんですけど、今はネットがあり、ネット時代ですからね、面白い時代になっちゃったっすよね。大体これネット時代じゃなかったらこれだってできませんから、これやってませんから、これだけど結婚難、孤独死問題、予備軍で自分がなかったら違うことやってましたよね、きっとね。私ね、きっとなんかアクションカメラでもつけて、なんかこうドヒャーとかやってたかもしれないですね、まあそういうことで、なんだろうな、今日はだから珍しくね、久しぶりに今日だけのね、今朝の新聞だけを見てこう、パパパッとやっちゃってですね、アメリカで竜巻で26人死亡ってことですけど、なんか続いてるそうで、竜巻怖いですよね。茨城でもね、もうなんか10年近く前なのかな、筑波の方でね、竜巻でね、一人中学生くらいの人か亡くなっちゃったのありましたけど、竜巻本当怖いですね。でこう竜巻の場合って、まあ、地震もそうですけど、いつ来るか分かんないですもんね、これね。急にね、天候が悪化したらこう巻いてきて、こう家ごと重なっちゃってったら、本当怖いですよ、これ。人事じゃない人話ですね。まあ、日本というか、ここら辺で少ないのは少ないですけど、だけど、それでも、筑波であったっすもんね。あと、アメリカでは26人も亡くなっちゃった。なんか、日立市は、私は原発、日立製作所が原発メーカーだから、嫌いなとこですけど、日立桜ロードレースがあったんですね。だから多くの人が走ったってことで、で例えばですよ、10キロ、まあ、ハーフが最高なんですけど、男子でだけで言いますけど、10キロの部、39歳以下、31分37秒、優勝者、40代、32分56秒、50代、34分56秒、60歳以上男子、38分24秒って、やっぱりね、これ10歳ごとの年代でどんどん下がっちゃうんです、これね。一番早い人でも、これが老化加齢現象ですよね、エイジングですよね。ところがね、これびっくり面白いんですけど、5キロの部で女子39歳以下が18分3秒で、40歳代が20分53秒なんですけど、ここが面白くて、50歳以上が20分30秒っていうね、これは珍しくね、このケースだけですけど、このケースだけ、女子の5キロの部だけは、日立さくらロードレース第23回は、40歳代より50歳以上の方が23秒早かったと、優勝者が。これはね、特殊な例ですよ、これ。だけど、まあいいか。なんかこれ、だけどね、だから、おとといは本当にね、本当びっくりしちゃって、ね、こう清宮幸太郎でしたけど、まあね、前回名前出なかったですけど、野村ね、野村勇気 J、 野村 J 勇気、ね、ヌートバー、達治ヌートバー、J がね二塁打打って、清宮幸太郎がねサヨナラヒットね、エスコンフィールド公式戦1勝でしたけど、昨日は残念ながらリアルタイムっていうか、まあガオラで見ましたけど、ちょっとね、
ネットの調子が悪くてダゾーンがちょっと止まっちゃってりするんで、あのガオラで見ましたけど、うん、どっちでもいいんですけどね、ガオラでねリアルタイムに見ましたが、残念ながらあの一昨日みたいにね3打席4打席あたりから火がつくかなと思ったら、残念ながら5打数ノーヒットで2割3分3厘になっちゃったっすね、うん、残念でした。5打数ノーヒットでした、あの清宮幸太郎、うん、まあ野村 J もねまた1割8分に2厘になっちゃって1割で戻っちゃったし、うん、残念でした本当に。あれだったっすね、なんかメネズがねあのちょっと災難ですね、初っ端ね、まあ、だんだんこう調子戻してくるとは思いますけど、その前にね、まあ、教授がね、音楽界の教授が死にましたけど、日本ハムの教授がね、打たれちゃったんですよ、打たれちゃないんですよ、打たれてなくて、フォアボール連発しちゃったんですね、そんでメネズが暴投しちゃって、そんで決勝点になっちゃってますよね。で、なんだっけな、藤平がね、一勝なんですけど、藤平って高校の時に なんだっけな、あれな、神奈川でしたっけ、なんか違うな、わかりません。うん、あと、調べなきゃわかりません。なんかね、不確定性原理とかね、ああいうのは、調べてもわかりません。私は。あとは、ね、これ茨城新聞なんで、特色はね、畑岡がアメリカの女子ゴルフで4位に後退したとか、あの男子プロゴルフの星野選手がね、無念で2位とか、茨城出身者がクローズアップされるんで、だからね、サッカーも水戸ホーリーホークでしたっけ、水戸のサッカー J2 ですけど、鹿島アントラーズにね2連勝してますよね、プレーシーズンじゃなくてなんだ、鹿島アントラーズと水戸ホーリーホックが1年に一遍こう特別戦うんですけど、今までずっと勝てなかったのに十何回ですか、ところがね最近1回勝ったら2連勝っていうね、うん、ところが今ちょっとスタートダッシュに失敗して水戸の方がねサッカーねようやく初白星で、なんだこれ、1勝4敗2分けで、で、22チームあるの、J2 はね、21位だったのが17位に上がったんで、でも、この水戸の方もね、ずっと J2 ですから、降格しませんのでね、で、J1 を狙うっていうとこまで行くかっていう時期もありましたし、そしたら茨城2チームね、J1 達成目指してね、アントラーズが逆に危ないですよね、これね、J2 茨城2チームに なっちゃいそうな勢いで負けてますけどね、アントラーズの方がね、うん、まあで、まあソフトバンクの甲斐もね打ってるみたいですけど、キャッチャーでね、コンちゃんですね、近藤選手がね日本ハムからまあ移籍しちゃいましたけど、残念ながら近藤選手ね、ソフトバンク行かなかったら昨日の試合だってもしかしたら勝ってた可能性もありますよこれ。まあやっぱり野村 J 勇気とジェイソン、とあと清宮幸太郎がやっぱり打つことで勝つんですけど、理想的にはね、だけどこのね近藤選手がソフトバンク行かなかったら、だって松本剛選手が昨日は3打数1安打で、そんでも4割ですけど、近藤選手なんかだってあれですよ、昨日なんか4打数2安打2打点で4割1分7厘ですから、2番バッターで、だから近藤松本がね今年だけでもやってくれればね一緒にね、うん、でもまあね新庄監督とのね、センスもありますしね、うん、だこでもしょうがなかったんですかね、だけどなんか相性何年か経ったら FA なんでしょうけど、それが1年ずれただけでもね、今度は今年だけはいてほしかったですよね、これね、
うん、なんか負けちゃいました。2対1ですもん、しかも。残念ですよね。今日はだって試合ないですからね。うん、休養日ですから、月曜日はね。うん、4打数0安打か。だから、4打数昨日1安打だったら2割5分だったんでしょうかね。違うかな？ちょっと違うかもしれないです。もう、すでにもうかなり、ね、何人のとこまで細かくなってんのかもしれないですけど。いやーでもね、松本剛選手が3打数1安打で今のところ4割で、でね、で近藤選手がね、実は私もあの腹黒いですから、心の中はね、近藤ソフトバンクにいたから松本剛より打率下がってろって思ったら、昨日なんかだって3打数2安打で逆転しちゃって4打数2安打 か5割ですね。2点しかも2打点で4割1分7厘ですもん。だからやっぱり近藤選手がね、 WBC でもねコンスタントに打ってましたけど、ただ本当のこのビッグチャンスにちょっと凡退してましたけどね。そこら辺がちょっと、ね、あの大谷とかとはちょっとよりは下がっちゃうとこですけどね。って言ったって超一流ですけどね、この人はね。以前だってね、4割久しぶりに、久しぶりじゃねえか、4割バッターになっちゃうかって言われた人ですからね。うん、まあということで、残念でした。1勝2敗です今のところ、日本ハムファイターズね。清宮幸太郎もちょっと2割5分以上は残してほしいですね、打率ね、今年はね。したってね、私なんかだって打席だったらね、0割0分0厘で終わっちゃうでしょうし、出られませんしね、もともと。だから本当あのレギュラーでいるだけすごいですよ。だって守備なんかすごいですもんね、軽快なフィールディングですもんね、清宮幸太郎ね、うん、あとはね、そうだと、うん、ちょっとね逆光になっちゃってますこれ。見え、昨日はね、この今37分喋りましたけど、40分か30分ね、あの止まってるのに喋っちゃったっすからね。その疲れちゃってね、結局だから20分弱で終わりにしちゃったんですよね、撮り直してね。で生活面に飛びますけど、なんかすごいです、このなんかね、73歳でブレイクダンス、ブレイキンっていうらしいですけどね、日本以外ではね。なんでかっていうと、なんだ、あれで見たんですよ、関根勤さんのなんだっけな、なんだっけな、静岡出身の、なんだっけ、4年間レギュラーだった、なんだっけな、ひよっこでね、共演して、かすみとね、結婚する羽目になったね、あの男の人ね、引退じゃねえ、卒業でね、で岡部凛だけになっちゃいましたね、関根さんと、あと石田匠か、うん、なんとね、2人茨城県民という、でもう1人新しく入るんでしょうけどね、誰かね、うん、本人の名前が出てこなくなっちゃうっていう、なんでこんな話してんだ、あ、そうかそうか、そうそう、その関根勤さんの、未来モンスター、未来モンスター、フジテレビ日曜日の未来モンスター、11時頃でしたっけ、あれ、うん、なんか忘れましたけど、録画してるから分からなくてもいいんですよ、この何時からっていうの、うん、あのね、で、ブレイキンっていう、今度パリオリンピックでね、正式種目になってると、うん、2024年ですからね、来年なんですね、早くもね、2024年ですから。で、73歳で SNS でブレイキンをやってるっていう人、うん、福井県の人ですね。これはあれか、名前出しちゃった方がいいかな、逆にね、YouTube で検索してみてください、73歳でブレイクダンス、ブレイキンやってる、
天野義弘さん。天は天、野は野原の野、天野、よくある字です。で、義弘さんは、義理人情の義、義、義務の義、弘は広島の弘、天野義弘さんで、ブレイキンで検索してみてください。 YouTuber としてやってると思います。多分、まあ、TikToker からも知れませんけど、分かりません、書いてありません。73歳でブレイキン。私も55歳でブレイキン。これね、武秀樹さんがね、音楽評論家の80年代ノートっていうの、茨城新聞でも連載してるんですけど、これは共同通信からなのかね、これ地方新聞でとかね、いろいろどこの新聞か分かんないですけど、茨城新聞だけじゃないんだと思うんですよ、これ。80年代ネート、ノート、花開いた J-POP っていうのを、武秀樹さんがね、音楽評論家に書いてますけど、45回目連載、山下達郎、僕の中の少年の中で、これ聞いたことあるよね、あの、総合って曲がね、あるんですけど、それをこう、褒めてますけど、これはね、石川達三さんね、芥川賞第1回受賞者の、石川達三さんの、まさに、芥川賞受賞作かな、総合からそのまま撮ってるそうです。なるほど、ハードボイルドですね。 まさに G メン75ですよ。男はこうありたいねって感じですよ。で、山下達郎が、竹さんがなんで、なんだこれ、よいしょ、はい、どうぞ。今9時45分くらいなんですけど、まあ、郵便屋さんあれですね、9時頃からやってるんですからね。なんか レターパックでね、ちょっと大きめのね、あれですよ、荷物で届いたんで、だからちょっと反抗をやったんですけど、まあ宅急便屋さんはね、駆け足で早いんですけど、それは どっちも良さがあるんですよ。良さつか良し悪しもう何もないんですけど、郵便屋さんの方がね、なんかこうゆっくりしてますよね、宅急便屋さんに、比べるとね。そんなイメージがあります。あ、今曇っちゃいましたね。でね、私もね、郵便屋さん来てくれても、こうやって、ここ空いてるから、こうそこで手渡してもらえばいいんですけど、これ全世界にこう発信してるのに、で全世界に悪口発信してるのに、だからかもしれないですけど、実際の人がこう来ちゃうと、実際の人がこう来ちゃうと、イントネーション同じですね。
あの遠回りでねちょっと玄関まで回って、うん、なんか嫌なんでしょ、こうあのだって撮影中ですからねこれね、うん、だから宅急便屋さんだったら、まあ、よし、まあ、悪いとは言ってないですよ、もうとっと早いですから、急いちゃってますから、あっという間だったんですけど、郵便局さんは人にもよりますけど、手渡して終わるまで、なんかこうなんか書き物じゃないですけど、こう一旦落ち着いちゃったりするんですよね。だからその間インターバルになっちゃったんですけど、ちょっと待ってください、逆光なんですよこれ。それでもまだ残り時間余裕ありますから、で私がこういない時もいろいろ丹波さんの例とかね、あとこの前亡くなった、あいやいや、やめときます、やめることもないんですよ、悪いことか悪いことじゃないかは分かりませんけど、あいやいや、まあ、やめとき、利根川は、あいやいや、やめて、大丈夫ですよ、それ、大丈夫、うん、私の考えすぎ、うん、で郵便局さんはね、だから、だけど、ね、そんなに、宅急便屋さんは、なんであんなスタスタやってるんですかね、うん、郵便局さんは逆にね、なんかこの、まあ、いいか、うん、大変ですよ、本当に、そういう外回りは。うん、大変ですよね。で、届けてもらってるんですから、私は。なんだっけな。そう、なんだろうな。今、風も強いのでね。ああ、そっかそっか。ああ、こうか。ああ、なんか、いや。まあ、これもね、縁ですから。タイミングですから、人生の。うん、これ、ね、何の話してるのね。うん、まあね、うん、ちょっと話戻ってないのかな、ちょっとページが戻っちゃったの違うな、川上美恵子のすべて真夜中の恋人たちっていう本を紹介されてますけど、子供新聞でね、茨城ほど子供新聞月曜版で、なんだろうな、長野県出身の34歳の私は、何これいいことなんですよ、58歳の三塚さんと恋人っぽくなるんですけど、それはいいんですよ、だけどその後唐突に別れの時が来るって、なんで別れさせちゃうんですか、川上さん、ハッピーエンドにしてくださいよ、そういう年の差の人は結婚できるように。あれですかね、なんか58歳で死んじゃったんですからね、なんかこの、わかんないですけど、突然の別れにしないでくださいよ、だから、却下、うん、真夜中の恋人たちは却下、そう、山下達郎が思い出しました、ここ、その前に郵便局さんがね、届けてくれたんですね、で戻りました、そんで、ちょっと逆光で見えないですけど、残りがね、多分ね、36分くらいは取れます、うん、多分ね、まだ余裕じゃないですか、うん、で、うん、このね、武秀樹さんがなぜテレビに出ないのかって書いてありますけど、うん、まあ、アリーナなどの大会場で歌わないのはなぜなのかっていうのは私はそこまでは分かんないですけど、なぜテレビに出ないのかは分かります、山下達郎さんがテレビに出たってしょうがないですから、これ声だけ聞いてりゃいいんでね、以上です、それだけです、これを女性に言ったりするとね、うん、怒られますからね、うん、まああとはね、ああそう、ちょっとショックを受けたのが当たり前のことなんですけど、もうこのね55歳にもなったら、もうありとあらゆる職業でもうトップですよ、だけど、うん、だけどこれも県警本部長にね、茨城新就任した方がね、
55歳というね、同い年だというね、まあ、まあ若干前後するとね、一級上だったり下だったりすることもあるのかもしれないですけど、まあ同学年かもしれないですけどね、この人はね県警本部長はだけど、でもこれまでもうすでに山形県で同じ仕事をしてたそうですね、県警本部長で2度目の県警本部長、福岡県出身なんですね、東京大学法学部卒、うん、思い出しますよ、私もなんだかなんで受けちゃったのかわかんないですけど、警察官になりたくもないのに警察官試験に行っていい加減に書いたり書かなかったりして当然落ちたというね経験がありますけど、あれどのくらい書いたんですかね、白紙で出しちゃったのかな、なんかその頃から警察に反抗してるんじゃないですかね、嘘ですよこれ、自衛隊と警察は私は頼ってますから、その人たちが立派であれば守られますから日本は、うん、大事なのは自衛隊と警察ですから、うん、G メンですから、75ですから一の、あ、いやいや、で趣味は読書だそうです、その人で、やっぱりね凛としててね、この本部長おでこが広くなっちゃってますけど、私より私もここでなんかこうハゲちゃってるんですよ、今隠しちゃってますけど、隠れてないか、ハゲちゃってね、この本部名前出してもいいんじゃないか、この人県警本部長はね、目つきがやっぱり警察官って感じです、凛としてますね、姿勢が正しいやと、すごい見せたいくらいです、写真を、趣味は読書で、やっぱここが根っから警察ですよ、この人はすごい、行動経済学や心理学に最近は関心があるそうです、家族は妻と長男、55歳、県警本部長頑張れ、県警本部長頑張れ、同い年、私はねだから同じ年にね警察試験を受けたんでしょうけど、私はなんだかいい加減にねやってしまい落ちましたけど、なりたくなかった、なってたらねきっとね、なれるわけないですよ、私はそんな立派な警察官なんかなっちゃダメですよ、私は、私が警察官になっちゃダメでした、だからなんなくてよかった、でも YouTuber はなりたいし、なってるし、なりたいし、で生活費がそれでクリアできる YouTuber になりたい、 YouTuber を警察官より落とし入れて下げ済んでるわけじゃないんですよ、 YouTuber こそは私だと思ってるんですもん、それだけ YouTube を尊敬してますから、私だから TikTok とかニコニコの方には行きませんから、 YouTube でダチョウ倶楽部ですから、まあいろんな人がいますよ、だって西村健太だって同い年だったのにもう死んじゃってますからね、うん、まあ女で本田美奈子もねかわいそうだったんですよ、若くして死んじゃってますからね、うん、あと誰だ、いっぱいねそういう人もいますよ、そんで私ね今朝は仕事しました、坂本龍一が死んだっていうんで、だからでも YMO でね、小学校だったか中学校だったか、音楽の先生がね、面白いことをやってて、LP レコードね、当時の持ってる人にはそういうなんですか、軽音楽 J-POP とかね、あと、外国の曲とかもね持ってきてくれる人がいて、それをかけて聴くっていうの、あれは素晴らしい音楽の先生のアイデアですかね、うん、だから私はねLP レコード1枚も買ったことなかったんで、教えてもらうね同級生たちに持ってきてくれた同級生たちの恩恵を受けるばっかりで本当ありがたかったんですけど、その中でも
やっぱりね、YMO で、トゥーン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 トゥパン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 坂本龍一はなんだよこの野郎、ルーラ・マユみたいな俺と同世代の女と不倫疑惑で、なんだよこのスケベミュージシャンっていうのはダメじゃねえかよ、なんでこの世界的音楽家でこのね、戦場のメリークリスマスとかラストエンペラーとか YMO で世界的音楽家だっていうことだけ言って、まあ、それも事実ですけど、そういう女にね、そのフリーセックス、ミュージシャンみたいな、悪い面は一切やらねえんだよこの野郎ってね、むしろ死んだからこそ本人の耳に届かないんですから、聞こえないですから死んじゃったら、まあ天国で聞いてるかもしれないですけど、丹波さんもね、まだ霊言をね、こっちまで落としてくれませんけどね、大川さんもね、なんで忘れちゃうんですかね、あんまり天国良いとこでね、オラは死んじまったら、オラは死んじまったら、オラは死んじまったら、天国へ行ったらですよね、でも戻ってきちゃうんですよね、酔っ払いはね、神様からお前また下界に降りろみたいなこと言われてね、フォーククルセダーズでしたっけ、まあ、リアルタイムじゃ知らなかったんですけど私ね、で坂本龍一だからそうね、だからほら春先神戸にって書いときましたコメントにね、矢野明子とね、恋愛関係で結婚したらね、なんで冷たくなるんです、努力を怠るならですよね、それまでこう紳士同盟がね発揮されてたらね、人妻と不倫なんかしたら悪事ですから、それ結婚して離婚するなよですよね、しかも20代30代くらいでこうね、ズコンバコンイチャイチャぶちらけボーンバババババビーンみたいなことやっちゃったって言ってて、それで離婚しちゃったら最盛期過ぎちゃってますよね、まあ熟女好きとかね、ちょい悪好きとかいるんでしょうけど、だから無礼者ですよこれ、ブレイキンじゃないですよ、ブレイキン、これ手だけ回してますから、ちょっと体の代わりに、相対的にね、逆にしてます、だからね、だからそういうのが前みたいな、なんで坂本美優、娘の坂本美優が最近ラジオ局で調べたら、検索してネット検索グーグル検索したら、坂本美優が鶴田真由をゲスト出演して一緒に喋ってるんですよ、だからさっぱり分かんないですよ、だから、だから一つの考え方としては、まあ実はズッコンバッコン、ズッコンバッコンビチョーンでピープラーパンポコピンピキビピーピーオートメじゃなかったのかもしれないんですけど、逆に言うとフリーセックスな男と女のミュージシャンさんのバカは、昨日小頭のバキビキブキベキボキの泣きニキヌキメキモキムピキキはね、何でもありかよ、娘だって何にも思わないのかよみたいな、矢野明子さんどうしてくれんだよみたいなことですよね、だから批判しときました、だって坂本龍一死んじゃってるんですから、もう死んだの分かったら、寂聴もそうですけど、そういうスケベ野郎とかスケベ女のバカ、そいつらのせいでこう安保とかね、世の中狂っちゃったんですから、男女関係が乱れちゃったんですから、そんで孤独死ですよ、真面目な男性が、女はイエローキャブですよ、みんなバカですよ、ジュリアナ東京でチュー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 とかやってる人たちですよ、その投げつけるとこの野郎、本当にやろ、頭くるとこの野郎って感じですよ、ああ、だからね、そういうことでね、いいんだよどうせ、
俺なんか最初から味方いないんでね、いいんだよ敵ばかりだって。何だ坂本龍一やんね、うん、あとなんかライディングかなんかちょっと SNS でコメントしてる人がいましたけど、これもね中原理恵とあのなんかの人生を狂わせたらしい高橋幸宏、1月に高橋が死んでね、で今ね後を追うように坂本が死んじゃってね、なんか YMO でね、あのイエローキャブ、あいやじゃあのね、とにかくね、まあいいんだよ、だからいいよ、死んだ人の悪口は言ったって分かんないんだから、どうせ生きてるうちに言っちゃったらね、訴訟沙汰になっちゃってね、賠償金払いとかね裁判官に言われちゃったりね、で相手が離婚弁護士でバカバカがねって思っちゃうことも人もいるかもしれないです。だからそれでこれですよ、ちょっとね夜中私具合悪くなんですけど、ちょっといろいろ夢も見ましたね、ちょっとね、このこれそれで石川達郎さんですよ、流れ行く日々、これ流れ行く日々、これをねちょっと、1月6日昭和46年1月6日曇り水曜日でした。そっから抜粋しますけど、いいですこれね、私が酒を楽しむそばでせんべいを食べたり茶を飲んだりして子供たちですね、親たちと遊んだものだった。子供が小さかった頃は膝に抱いたままで酒を飲み、子供は父の酒の魚の一箸二箸を食べさせてもらうのを楽しみにしていた。女の子二人と男の子はね、学者さんで新聞記者かジャーナリストから学者になった人か、あの新聞学科的なね、上智大学かな、なんか応文社の王って書いてね、石川王さんっていうご存命の人ですよね、ちょっと調べました。そうした静かな夜の時間が家族たちの心の溶け合うことのためにどれほど役立ったかわからない、あるいは討論の時であり、あるいは反省の時であり、まだ大丈夫ね、自分の考え方と他の人の考え方と比較してみる機会でもあった。教育というような固い姿勢ではないが、子供たちは一とはなしにありとあらゆる人生の教育を受け取っていたに違いない。教育の専門家たちが一頃しきりに子供の性教育について論じていたが、私はそれを嘲笑していた、嘲笑っていた。私の家では3人の子供に対して一言の性教育もしたことはない。その他の教育から完全に切り離された性教育などというものがあろうとは思われない。ここ大事ですよ。その他の教育から完全に切り離された性教育などというものがあろうとは思われない。ここ大事ですよ、ポイントですよ。一般的な人格教育がちゃんとできておりさえすれば、技術的あるいは解剖学的な性教育などは特に考える必要はない。一般的な人格教育、一般的な人格教育がちゃんとできておりさえすれば、技術的あるいは解剖学的な性教育などは特に考える必要はない。子供たちは自分で手探りして必要なことは自分で発見していく、それで十分だと私は信じている。性教育の前に人格教育、道徳教育、この石川達郎さん、芥川賞第1回目の石川達郎さん、この人に戻るべきですよ日本は。この人が性の乱れを憂いて、そこからこうどんどんもっともっと日本は下がり続けて、今や少子化絶滅って言われてるんですから、石川達郎さんに戻れよって言うんですよ、うん、だから読んでます私。で、1月8日金曜日曇り昭和46年、うん、だから昭和46年だから1971年、最近の流行語にウーマンリブというのがある。アメリカで始まって、このウーマンリブというのは今ジェンダー平等と言い換えても同じですよね。まあこういうね、私みたいな素人がねわざわざいいこと言うしかないっていうのはね、引用してね、いい本を、これはね
エリートで金たくさんもらってる人たちの怠慢ですよこれ。どうしてくれるんだよ、このこうやって何、まあ諦めてはないですけど、孤独死予備軍でね、結婚な孤独死予備軍寸前の人間がこんなに必死に叫んでんのに、昔の資料を引っ張り出してね、エリートたちが怠慢だからですよこれ。まあ今日子ども家庭庁が発足でしょうけどね、発足じゃねえや、初仕事でしょうけどね。石川達三、流れゆく日々、1巻目、これ7巻まで出ました、ね、新潮社で。1月8日1971年、昭和46年、曇り、金曜日でした。最近の流行語にウーマンリブというのがある、うん、アメリカで始まって日本の女にも伝染してきた。その方で花粉がね、この時期ね、今日はあれですから、2023年、令和5年、4月3日月曜日ですから、花粉がね、その方で積極的に働いている女性の発言をいろいろ読んでみたが、なんだか見当違いのようで、どうしても納得できない。労災、老いた妻ね、労災に向かってお前はわかるかと聞いてみたところが、わかりませんねというにべもない返事だった。彼女はウーマンリブなど全く要求してはいないらしい。だからね、昔の女性の方が今の女性より素晴らしい女性性を持ってたんですよ。で、だからそれをいい女性を羨ましく嫉妬した女たちがぶっ壊したんですよ。だからで、こんな今みたいな絶望的な状況になっちゃったわけですよ。これを誰も言わないんですもんね。なぜかっていうと、政治家とかテレビ局とかマスコミジャーナリズム、スケベだからです。男が本当のこと言うとスケベなことができなくなっちゃうから言えないんですよ、やつらはね。でも県警本部長は真面目ですわ。見てわかります、写真を見て、顔でわかります。レコードで真打ちの信内の乱調を聞いたというのが分かんないですね。胡蝶蘭の乱に胡蝶蘭の蝶ですね。レコードで真打ち信内の乱調を聞いた、それに次のような文句がある。これさっぱり今はもうね、残ってないですけどね。緑でこそあれ末かけて、約束固め身を固め、世帯固めて落ち着いて、ああ嬉しやと思うたわ、本当本に一日あらばこそうんぬん。この女心は何であろうかごめんなさいね、これ花粉ですからこの女心は何であろうか、自分の身の回りを、まだ残り時間ある、誰に語ってるかっていうと、カメラの画像に語ってるんです。私が映ってます、ナルシストです。私はこの頃女心、この女心とは何であろうか、自分の身の回りを固めていくことへの願いは、自分の安全を確保すること、すなわち母性の、母のせいですね、母性の安全を確保することだ。自分一個のためではなくて、自分一個のためではなくて、今個性になっちゃったんですね、悪い意味でね。個性というのは悪い意味もありますから。自分以降のためではなくて、実はメスとしての安全を願うこと、つまりはメスの巣作りの精神であると私は感じた。巣を作り、ヒナを育てる作業は長期にわたる危険な仕事であり、だからこそ絶対にオスの保護によって身辺の安全を確かめなくてはならなかった。そして巣作りと産児と育児とは生物としての女性の何億年来の宿命であって、それを拒否したら女の存在は無意味である。だから女性の自由も解放もこの大原則と矛盾しない範囲に限られている。人口問題や産児制限はまた別の話だ。ところが近頃の女たちの中には、ここ大事ですからね、大事ですからね、今言う人いませんよこれ本当に。ああ、メディアとかね、政治家とかはこんなこと言いませんよ今。もうダメだから、センスがないから。
ここしか言いませんよ、これ。今この時点で。令和5年の段階で、2023年の段階で。私しかいませんよ、これ、日本人で。外国人じゃ分かんないですけど。外国人じゃ余計難しいでしょうけど。ところが、近頃の女たちの中には、巣作りの本能を失い、育児の能力を失ったものが少なくないらしい。巣作りは、メスの献身と自己犠牲、そして使命感とによって裏付けられており、裏付けられており、そのことが同時に、メスの最大の幸福であり、生涯をかけて要求する女の自由でもあったはずだ。しかし、近頃の女性たちはそのことに不幸と不自由とだけしか感じることができないらしい。女性解放運動はそういう軽薄な解釈に基づいた運動であるように思われる。一体彼女らの提唱するウーマンリブの目的はどこにあるのか。そのような自由解放が結果的に彼女らにより多くの幸福を約束してくれるという保証があるのかどうか。少なくとも乱調っていう作品があったんですね。乱調の中の演歌なのかこれ、クラシックかわかんない。巣作りを求めて欺く女心の嘆くか、巣作りを求めて嘆く女心の悲しさ、愛と書いて悲しさって読んでますね。悲しさと比べてウーマンリブの女性たちは男性、イエローキャブとも言いますけどね、ウーマンリブ、ウーマンリブっていうのはまさに今の言葉変えてジェンダー平等ですよ。言葉変えただけですよ。イエローキャブ、ウーマンリブ、ジェンダー平等、みんな同じ同義語ですよ。同意語ですよ。同じ言葉ですよ。意味の言葉ですよ。ウーマンリブの女性たちは男性と密着していないことだけは確実だ。まあ、体だけ密着するんですよね。人を変えてね、しかもね。とんでもね、女らですよね。ジュリアナ東京、キュン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 ですよね。このパンツ見せやろう、この野郎。彼女たちには巣は作れない。あるいは、オスの援助なしに一人きりで寂しい巣を作る。それとも、生涯巣を持たない不老の鳥の生活を送るつもりなのか。しかし人間は、ことに女は一人きりで生活するように作られてはいないと。この嘆き悲しみがわかりますか、先人の。これをね、今の言葉を、まあ巻き戻していただいて結構ですから、今の言葉を、こそ本当に後々の時代の女性のためを思って印残してるっていうことを分からなければ、本当にね、なんかこう同じ文字でありながら解釈、頭脳が違っちゃったんですね。ポテチンになっちゃったわけですよ。こんなに石川達三さんが女性のためを思って書いてくれてるのに、それを逆に悪口だとしか思えない女っつうのは、ローボコン0点、ロビンちゃん100点。だからね、ガンツ先生だから、そういうのが粉飾工事中国的にされてしまい、ポスシステムで消されてしまい、こういう石川達三さんが憂えてね、悲しみを込めて女性に警告を発してたのに、誰も見向きもしなかったから、その後 この絶滅低たらくですよ。少子化の金の問題じゃないんですよ、性倫理の問題なんですよ。男は女を愛して、女は男を愛して、一人きりの特別なパートナー、配偶者、旦那さん、奥さん、それで子供を産み育てて、どっちかが先に死ぬ場合は今までありがとうねって言って、子供たちと一緒にね、見舞ってくれる、こういう社会にすべきだったのに、ウーマンリブ、イエローキャブ、ウーマンリブ、ジェンダー平等、こうやって言葉を変えてぶっ潰してきたんですね。ぶっ潰されてきたんですね。その犠牲者が高齢者、結婚難、孤独死、予備軍ですよ。ですよ、ですよ。もう誰も分かってくれなくなっちゃった。誰も分かんない。
こんなに言っても誰も分かんない。石川達郎さん、石川達郎さんに帰れる人がいなくなっちゃってる、これだよね、だよね、だよね、だよね。